はいどうも、皆さんこんにちは、ナオトです。さあ、今回はですね、ホタテと松前漬けの素を使って、ホタテキムチを作ってみました。松前漬けに入ってる昆布が、ねっとりホタテに絡んで、めちゃくちゃうまいものに仕上がりました。キムチ好きの方、必見でございます。キムチの動画恒例のアレンジメニューも作っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。これ、殻付きですけど、まあ、うろ取ってあるんで、まあ、おそらく処理済みのホタテだと思います。で、粒自体はあんまり大きくないんで、火入れたらだいぶ小粒になっちゃうかもしれないですけど、まあこういう貝ひもとかもキムチにしたら絶対美味しいかなと思ったんで、今回こちらを使います。で、今回はですね、こちらの松前漬けの素を使ってキムチ作っていこうと思います。皆さん、松前漬けって食べたことありますか？このね、元になってるのが中のね、こう昆布とスルメなんですよ。この昆布がすごい粘りを出してくれて、めちゃくちゃ出汁が効いて濃厚で美味しいです。これを元にして、まあ、キムチっていうとなんかちょっと違うかもしれないけど、しっかり辛みを効かせて、昆布とスルメ、そしてホタテの出汁がバッチリ効いたものに仕上げていこうと思います。あ、ちょっとくっついてはいるな。まあでも全然手で取れちゃうね。ボウルに水、そして塩、塩水でこのホタテ洗っていきます。だったら最初からこっちに直接殻から取って入れればいいじゃねえかって話なんですけどね。俺ほんとよくやるんだよ、こういうの。ホタテボイルしていきます。よし、軽く一煮立ちしたら OK ですね。やっぱ粒小さくなっちゃうね。まあしょうがないわ。そしたらこの茹で汁ガンガン煮詰めていきます。後で使いますんで。松前漬けって言ったら人参の細切りを入れたりするんですけど、まあ、やっぱキムチだったらネギかなっていうことで、小ネギたっぷり使いましょう。ニンニク、でいつもならすりおろしニンニク入れるんですけど、今回松前漬けを元にするので、あんまりニンニクの香り強すぎるのも良くないなってことで、ニンニクスライスにします。生姜も同じくです。濃縮したホタテだしを 100ml、 あ、ちなみにタレも入ってます。まずはこの昆布とスルメを軽く水にさらして、すぐ水切ります。そして濃縮ホタテだし、これ本当は 30ml でいいんですよ。なんですが、今回キムチにしますので、後々唐辛子とか入りますんでね、粉物が入るんで多少水分は多めにしましょう。水分少なすぎて粉っ粉なキムチになっちゃうかもしれないからさ。そしたら柔らかくなるまで待ちます。すんごいねホタテだし完全にもう全部吸っちゃったじゃん。ここにタレ、これでも水分足りなかったらちょっと白だしかなんかで調整しましょうかね。とりあえず作ってみてね。しまった、ごまがない、切らしてた。まあしょうがないね。うわ、すっげえ粘り。
色味付けに粉唐辛子、約丸一日置いたものがこちらですね。よいしょー。うわ、うまそう。でも粘りがすごいです。うわ、うまそう。いいね、食べるの楽しみですね。今回も爆盛り漫画飯の準備です。3号の外蓋すり切り1杯で、3号内蓋すり切り1杯で2号です。続いて米炊きの水です。半号の内側の下の線、下の線で2号分の水、上の線で4号分の水です。今日は2号炊きなんで下の線まで水を入れます。水が決まったら蓋をして、このまま30分ほど給水します。ごとく。よし、そろそろいいかな。ではこちら火から下ろしまして、このまま15分から20分ほど蒸らします。はい、というわけでお待たせいたしました。ねっとりうまみたっぷりホタテキムチと爆盛り漫画飯でございます。だいぶ涼しくはなってきたけど、やっぱ焚き火やってるとね、まだ暑いっすね。いやー、うまそうだよ。これ相当うまそうだよ。いただきます。やっべえわこれ。昆布のねっとり感がたまらない。うまい。うわ、これ進むな。たっぷり乗っけてさ、うわ、めちゃくちゃうめえ。このすりおろしてないニンニクとか
生姜もすごいいい感じっすね。なんかいろんなとこ続くとさ、その生姜の香りがふわって広がったりとかさ、ニンニクの香りがぶわって出てきたりとかさ、味の変化がなすごいいい感じ。うん、いや、ホタテ、ホタテすごいな、うまいな、いい味です。今日これ食べるのが楽しみでさ、お腹空かせてたんですよ。止まんねえんだけど。やべ、まあ、ホタテちょっと残しとかないと。こっからアレンジメニューやるつもりでいたんだけど、めっちゃ食っちゃったわ。フライパンにバター多め、3個ぐらい使っちゃおさあ、いかがでしょうかと。ホタテキムチのバター炒め、まあ、ホタテとバターがさ相性いいのはもう説明不要だと思いますけども、この松前漬けプラスご飯っていうのがね、どんな感じになるのか楽しみですね。いただきます。バッカうめー。半端ねー、うめー。あれ、ホタテじゃないところの方が美味しいんだけど。え、マジ？めちゃくちゃうまい。完全に予想外なんだけど、マジでホタテバター超えてくんの？ありえる？そんなこと。うまっ。いや、ホタテバターもうまいんだよ。うまいんだけどさ、このねっとりしつつもさ、ネギのシャキッと感があって、さらにさ、このニンニクスライスとかが混じってて、さらに唐辛子の辛み、ここにバターが入ってさ、こう全てをこう包み込んででっかい柱にしてるみたいな。分かりづらいね。とにかくうまいってことです。うわ、うまいなこれ。
ちょっと他の味で例えるのが難しいけど、めっちゃうまい。あ、そうか、この糸を引くようなねっとり感とバターが合わさるのが新しいんだな。すごい新鮮。バター使う食べ物でさ、こんなねとーなんてしてるもんないでしょ。もちろんこっちはこっちで十分すぎるほど美味しいんだけど、バタープラスねっとり感か、可能性を感じますね。うまっ。はい、というわけでごちそうさまでした。美味しかった。はいはい、完食でございます。まあ、これはでもね、だいぶ残っちゃってるんで、まあ、普通に俺の朝食にでもまた食べます。やべ、今回の大成功だわ。当然いつもね、動画を作る上でこれ絶対うまいだろうっていうものを自信を持ってこう動画にしてるわけなんですけども、これマジでうまいわ。俺の数ある動画の中でも大ヒットの部類だと思います。このまんまでも美味しかったけど、バターで炒めたらね、さらにうまくなった。単体でも美味しいのに、まあ素材としても使えるってことですね。今回はホタテそのまんま使いましたけど、炒めるんだったら鶏肉とか入ってもいいかもしれないですね。今後も食欲爆発なメニュー動画にしていきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。